空間ベクトルの内積についてお話しいたしましょう、えー、空間ベクトルといっても内積多少複雑になるだけで本積に全く同じであります、えー、テキスト丸 ① ページの3行目以降でありますが与えられたベクトル AB が0ベクトルでない場合についてまず考えますで、その時には2つのベクトルのなす角というのを考えることができるのでした 空間において二直線のナス角というのはいくらでも平行移動して交わるようにしてナス角を考えるというふうに言いましたけれどもベクトルについてはもともと自由に平行移動できるわけでありますから例えば二つのベクトル AB が与えられたときにそれを O という一点を通るあるいは O という一点を支点とする有効線分の表すベクトルで表現してやる ということです。ありますね。えー、図で言えば、右の図の下側の方の図であります。三角形 OAB というのができる。で、こういうような図において、7行目のように、ベクトル A とベクトル B の内積とは、すなわち、A の長さと B の長さとナス角のコサイン、予言の値のこの積で与えられるんだと。 こう定義するわけであります。で、この時にナス角というのは0度以上180度以下ということですね。で、A と B が特に等しい時、ナス角が0ということになります。ナス角が0度ということはコサインゼ0度というのは1でありますから、ベクトル A とベクトル A との内積は、ベクトル A の大きさの事情となる。 ここのところ、この絶対値記号、大きさを表す記号というのを省くことはできない。なぜならば、内積は本物の意味での掛け算ではなくて、内積という名の実数を、えー、定義するものであるからなんだということですね。でこの辺の話は、平面ベクトルの内積の場合と全く同様です。平面ベクトルの内積についてのセクションの、えー、丸一ページ。 ご覧になっていただけばですね空間ベクトルと平面ベクトルでほとんど記述の差がないということに気がつかれるでしょう、えー、次元を超えて統一的な取り扱いができるこれがベクトルの威力でありますね さて、私たちの丸一ページでありますが、内積という言葉を使うのは、これは本物の掛け算でないにもかかわらず、積っていう言葉を使うのは、やはり積らしい、そういう性質があるからであります。まあ、そのことを実感してもらうためには、19行目以下の法則が成り立つということ、これを確認する必要があるのですが、その前に、まずベクトルの内積の定義、7行目の定義、そしてそれに加えて10行目ですね、 A と B が少なくとも一方が0ベクトルのときは0と定めるんだと。この定義だけに基づいて、11行目の例。えー、空間ベクトルの基本ベクトル。これは互いに直行する基本単位ベクトルであるという性質を確認するとか、えー、14行目以下にある問いですね。特に2番のように AF と CH。で、こういうふうに、えー 二つのねじれの位置にある。そういう有効線分で表現されている。で、そういうベクトルについての内積。で、これもですね、えー、先ほどの定義に基づいて計算することができるということを確認してほしいのですが、そもそも内積という言葉を使うのは、内積に関してあたかも普通の掛け算で、の掛け算であるかのごとき性質。で、それが成り立つということですね。それが丸一ページの、 20行目以降に書いてあある性質でありますでこの20行目以降にある性質については平面ベクトルの場合と同様に実はベクトルを成分表示してやりますとそのことが簡単に証明できるというわけであります平面ベクトルの内積についての性質を述べたセクションの丸三ページご覧になっていただくと、えー、私たちのセクションの丸一ページ えと、全く同じことが書かれているということがお分かりになるはずです。しかもこの規則が嬉しいのは覚えなくていいっていうですね。覚えなくていいくらい自然だと。A×B は B×A に等しい。交換法則ですね。あるいは2番目の A×B×B プラス C は A×B プラス A×C。分配法則ですね。普通の掛け算のようであるということです。 ね、内積は掛け算でないにもか,かわらず、掛け算のような性質が成り立つので、内積っていうふうに言うわけです。で、えー、しかし、内積というのの本質、それを、如実に表すのは、次の成分表示された内積であります。テキスト丸二ページをご覧ください。えー、内積について、4行目、5行目の関係ですね。ベクトル A が A1、A2、A3 と成分表示され、ベクトル B が B1、B2、B3 と、 こういうふうに成分表示されるときには、ベクトル A とベクトル B の内積は A 1 B 1、A1B1 プラス A2B2 プラス A3B3、A 3 B 3こういうふうに計算できるということです。で、なぜこのように計算できるのかというのは、実は平面ベクトルの場合とその証明は全く同様であるわけです。というのは、えー、内積に関してですね、まあ、三角形 OAB を考えて、 テキスト丸一ページのですね、右の欄外である真ん中の図。での三角形 OAB において、ベクトル A とベクトル B の長さの積にコサインシーターをかけたもの、それを2倍にしたものは、ちょうど OA の長さの事情、プラス OB の長さの事情、マイナス AB の長さの事情。でこの予言定理で。これを使えばいいだけなんですね。 で、予言定理を別の言葉で表現したものが5行目の式に過ぎないわけであります。でまあ、5行目の、丸2ページの5行目、内積についてのこの公式は、予言定理の別表現だと,と言ってもいいでしょう。しかし、重要なことは、内積が2つの定義、2つ定義と性質でありますが、まあ、それを私は平面ベクトルのところで、内積の2つの仮面、 二つの側面、ペルソナというふうに言いました。この二つを上手に組み合わせることが大切なわけです。で、その前に、六行目の問い、ベクトルの内積の計算を練習しましょう。五行目のような定義、これ非常に自然ですね。各成分の積の和っていうだけでありますから、この計算は何でもなくできるはずです。で、このようにして、ベクトルの内積が計算できると、どんな良い,いことがあるのか。それが、 実は9行目以降に書いてあることでありまして丸1ページの7行目丸2ページの5行目それを結合するわけですね、えー、両方とも A と B の内積を表現しているわけでありますからこれによってベクトルのナス角の cos の値が計算できるというわけですでそれが11行目でありますね7、えー、丸1ページの7行目の式から 両辺をベクトル A の大きさとベクトル B の大きさで割ってやりますと、cosθ イコールベクトル A の長さ分の、長さの積かけるベクトル B の長さ分の、分子がベクトル A とベクトル B の内積、こういう式が出てまいります。で、ところで、この式の分子分母、これを成分表示してやると、テキスト丸二ページの11行目の式になるわけでありますね。 ということは、ベクトル A、ベクトル B に対して9行目のように成分が与えられているならば、2つのベクトルのなナス角のコサインの値、これを計算することができる。コサインの値が分かれば、その角度、シーターの値も分かる。 というわけですもちろんコサインの値からシーーの値を厳密に求めることができるそういうコサインの値っていうのはまあ例外的にしかないわけでありますけれども理論的にはこれによって角度シーーっていうのを求めることができるということですなお例ベクトルの場合にはですねそもそも11行目のように分母にベクトル A の長さとかベクトル B の長さ持ってくることができませんそれがゼロになってしまうからです で、しかしながら、レイベクトルに関しては、ベクトルのナス角というのをですね、考えないというのが、えー、まあ、ベクトルのナス角を考えないという、ベクトルの向きを考えないですね。そして、レイベクトル自身は、任意のベクトルと直行するっていうふうに、まあ、約束する。でこれが、あまあ、一般。 的であります。で、しかし、11行目の公式を使うときには、ベクトル A、ベクトル B が0ベクトルであってはならないわけですね。というわけで、具体的に12行目の例行ってみましょう。点、ベクトル A、1、3、マイナス2。ベクトル B、3、2、1のナス角を敷いたとしなさい。1、3、マイナス2という座標を持つ点ラージ A。3、2、1という座標を持つ点ラージ B。 と、こう、原点を考えまして、で、XYZ 空間の中に3点 OAB、そういう3点を図示する。そして三角形 OAB を考えて、角 AOB のナス角は何度ですかと言われても、ちょっと困りますね。で、それに対して、十人行目のように、ベクトル A、ベクトル B って成分表示されているベクトルがあると、その2つのベクトルのナス角の予言の値、 は13行目のように一瞬にして計算できる。すなわち、分子はベクトル A とベクトル B の内積です。各成分同士の積の和ですね。で、計算すると3足す2引く2ということになって、えー、これを計算すると7というふうになります。で、分母の方は、ルートの中身、えー、がそれぞれルート14。 という,ふうになりますから分母は全体で, 14, となります、ね、で14分の7ですから2分の1でコサインが2分の1となる角というのは一般角では決めることができませんけれどもベクトルのなす角というのは0度以上180度以下の範囲で考えればいいわけですからコサインが2分の1となるような角度は60度である14行目のように決定できるというわけですね。なんともありがたいことではないでしょうか。 で、ベクトルに、えー、を利用することによって、いちいち図形を考えることなしに、ベクトルのなす角というのを、気楽に計算することができるというわけです。それを実感していただくために、15行目以下の問いをやってください。で、あのー、このようにですね、図形を考えれば、予言定理という武器を持ち出すことができるわけですが、図形をいちいち引用することなく、スラスラと角度を論ずることができる。 これが嬉しいことであります。18行目以下にですね、ベクトル A とベクトル B の内積が0ベクトルであることを直行すると言って、その直行記号というのを書いております。で従って19行目、20行目にあるように、2つのベクトルが直行するための必要十分条件は内積が0ということで与えられるというわけです。 でこの以上の議論においては、まあ、ベクトル A、ベクトル B はゼロベクトルでないという、そういう条件のもとで議論を展開してきているわけでありますが、テキスト三ページの1行目の中にあるように、ベクトル A とベクトル B が直行することを垂直であるとも言う、でその中に加えて、さらに、ベクトル A とベクトル B の内積がゼロであることを直行するという、こういうふうに定義してしまう理由にもある。 ということであります、えー、2行ーカーの問いで、えー、ありますが2つのベクトルが直交する x 値を求めなさいこれは内積が0というふうにやればいいということですねまあ、ベクトル A ベクトル B が0ベクトルでないことは,これは明らかでありますね各成分が0という度どだけが0ベクトルなんですからでそういう意味でいうと、えー、この問いは全く簡単ということになりますねこれも空間座標で絵を考えなくても計算だけでできる というのが嬉しいことでありますね。まあ、考えようによっては、絵を描かずに計算だけで答えが出るのは虚しいっていう言い方もありますが、まあ、あその立体感覚をですね、えー、リアルに持つということは、私たち人間にはなかなか難しいことでありますから、その立体感覚に訴えることなしに、計算的にその立体に対して正確にアプローチする。こういう方法があると、えー。ということは、まあ、あ すごく嬉しいことであるわけですね。知は力なりという言葉であります。4行目以下の例題に行きましょう。2つのベクトル AB が与えられていて、この AB のいずれとも直行する大きさが3のベクトルを求める。こういう問題を考えます。で、これは数学的にはとても大切な問題なんですね。というのは、A と B っていう2つのベクトルがあると。 で、この二つのベクトルがあると、これで一つの平面が決定されるわけなんですが、その空間っていうのを考えるときには、AB と同一平面上にないベクトルっていうのをう考えたいわけですね。AB と同一平面上にないベクトルの代表例が、A と B といずれとも直交するベクトルであるわけです。で、この問題に対してはいろんなアプローチがあります。一つのアプローチはですね、この7行目以下の回転。 ににあるように求めでえ、ベクトル C が AB と直交するという条件が8行目9行目のようにですね内積が0こういうふうに表現されるというわけですねでこういうふうに表現して、えー、この8行目9行目を成分表示してやります、えー、左辺の内積ベクトルの内積を計算してやって丸二行目十一行目十二行目の式が出る これをきちっと確認してください。で、x, y, z って未知数は3つあるのですが、方程式が2つしかありません。で、しかし、丸一も丸二も x と y と z についての一時式で定数項が現れていません。こういうのを同時の一時式というふうに言います。で、こういう同時の一時式が2つ与えられたときには、一般に x と y と z の比がわかる。 ということが言えます。13行目、丸る102を y と z について解く。言い換えれば、x は定数と思って、えー、解きます。x を定数とて、y と z についての連立方程式として丸1、丸る102を解くと、y イコール x、z イコールマイナス2分の x というふうに解ける。で、こういうふうにして、15行目、ゆえに、ベクトル c は一般に xx マイナス2分の x とこう書くことができると。 で、これで C の一般形を考えました。で、まだ私たちの考えてない条件として、大きさが3である、そういう条件がありました。で、そこで16行目、ベクトル C の大きさが3であるという条件を考えます。ベクトル C の大きさが3であるというのは、C と C の内積、つまりベクトル C の大きさの事情が9であると,という条件として書き直すことができます。 15行目の結果を16行目の式に代入して、x に関する方程式を立て、x イコールプラスマイナス2とこういう風にして求めるベクトルとして2つ出てくるというわけですね。で、これが標準的な回答なんですが、これは大切な問題なので、もう一つ基本的な別解を与えておきましょう。7行目のように求めるベクトルをベクトル c、xyz と置くのではなくて、ベクトル a、ベクトル b のいずれとも 直行するベクトルとして、x, y, z っていうのを考えます。そうすると、計算は、丸一丸二全く同じです。で丸一丸二を y、y と z について解いて、14行目を得て、で、一般に15行目まで出すというところ、まあまで同様だと言ってもいいんですが、実際は14行目までやれば十分なんですね。これで何がわかるかというと、一般にベクトル A、 えー、ベクトル B2 つのベクトルとして2つのベクトルに直行するベクトルとして x 対 y 対 z の比が1対1対マイナス2分の1あるいは2対2対マイナス1って言ってもいいんですけどそういうベクトルが1つ取れる。 ということですね。で、まあ、あ、ひが決まりますからベクトルの方向が決まるってわけです。で、そのようなベクトルとして一つ具体的な例を,を取ってきてやればいい。何でもいいんですね。ですから、1、1、マイナス二分の一でもいいし、分数の計算が苦手だっていう人、まあ僕なんかは計算が苦手ですから分数嫌いです。ですから、2、2、マイナス一なんていうベクトルを取ってくることができます。 で今、ベクトル C として22-1って取ると、ベクトル C は大きさが3のベクトルとは限らないわけですね。でたまたま大きさが3になります。だからそうですね、じゃあ22-1じゃなくて、もっと違うベクトルを取りましょうか。えー、例えば、えー、44-2でもいいです。うん、あるいは11-2分の1でもいいんです。とにかく何か1つ取ってくる。で、そのベクトルを C とすると、 私たちが求めたいのは C と同じ向きあるいは反対向き。言い換えれば C と平行な大きさが3のベクトルでありますね。C と平行な単位ベクトルの公式は皆さんご存知ですね。したって C と平行な大きさが3のベクトルっていうのは、ベクトル C の長さ分の3倍のベクトル C。 こういうふうに、そのプラスマイナスとして表すことができるわけです。で、こういうふうにして、えー、19行目の結果を得ることができます。で、そのような解法もとても大切なものですので、えー、ぜひ取り組んでマスターしてください。下に <laughs> 問いが載ってますね。上の例題と同じように解いてもいいですし、私が今解説したような解法で解いても良いと思います。